皆さん、こんにちはさあ、始まりました、デジタルソース。この番組は、デジタルアーツ仙台の声優か2年生が、毎回テーマを変えてお送りする番組です。はい、今回のパーソナリティは、モッチーと、ずんだを愛して15年、しんちゃんでお送りします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマは、ずんだです。まあ、ずんだといえばね、はいまあ、宮城県民誰もが知っている郷土菓子だよね。うんうん まあいろいろな豆知識とか名前の由来とか<お>いろいろあると思うんだけど紹介しちゃっていいですかあ紹介しちゃってあのずんだはその昔ジンダという男の人が考案したためにその名前がついたと言われています、えー、あと豆を売って食べるので豆を打つ餅ずんだと呼ぶようになったのも名前の由来と言われていますまあ名前はあとずんだはつに点々でずんだともそのジンダさんが考案したためにジンダとも呼ばれているので あのお盆の供え物のほか普段の料理にも使われる郷土菓子でございますはい、はい、ありがとうもっち、はい、まあそんな、えーまあ、ずんだもちとかおはぎとかに使われるずんだですが、はいはい、まあ時とともに機械が進化するように時とともにずんだも進化してくるわけですよはい僕らずんだょう、はいまあ、さんっていうずんだを専門に扱ってるカフェに行ったんですけど、はい、もっち何頼んだんだっけずんだシェイクを頼みましたつつぶぶ感が癖になる うん、甘さも程よく、うんうね、美味しかったです、うん、まあ僕は、えー、とずんだロールケーキを頼んだんですがまあねお,お味の方はそう自然な豆の甘みとね、うん、か爽やかな香りがなんともクリームにマッチしている一品でございました、うんうんうん、美味しそうだねもう皆さんもねぜひ食べてください、はい、まあそんなふうに、まあ、進化してきたずんだですが実は、はい ズンダに萌えキャラっていうのがいるんですよ。萌えキャラですか。はい。どんな萌えキャラなんですか。こちら東北ズン子という名前のキャラクターなんですが、はい。まあちょこっとプロフィール紹介しますと、高校2年生の女の子。高校2年生の女の子。はい。夢はですね。はい。秋葉原に、はい。ズンダカフェをオープンすることなんです。ズンダカフェオープンするんですか。立派な夢ですよね。じゃすごいですね。まあもちろんそんな東北ズン子僕も大好きなんですが、はい。僕以上に にそうずんこ愛がね、はい、すごい方がいらっしゃいますのでその方はこちらですねコワーキングスペースマグさんの店長をしていらっしゃる堀越博之さんにお話を聞いてきましたので、はい、そちらをお聞きくださいどうぞ,どうぞ、えー、東北ずんこに出会ってこういろいろ変わったことがあると思うんですけど何か 上の方がちょうどうちに遊びに来ていただいてで、はい、それのきっかけであの結構ずんこさんグッズを取り扱ったりするようになったんですねでまあそうですね、まあ、出会って変わったことといえばやっぱりそのいろんなずんこさんのファンと<ー>え出会ったりとかあとやっぱりその。 あのグッズ取りあの扱ってますのでいろんなところに出店してあの最近では e−beans とか全然、はい、祭りとかやっておりますがそういったところにこう萌え系とか板車系のイベントにこう出店するようになったりとかあとあの宮城県白石市の方と、えー、あそこって萌え起こしでいろいろスタンプラリーとかずんこの板橋走らせてるんですけども、はい、そういうところとコラボしてうちもスタンプ設置店になったりとか、えー、そんな感じでもう本当に。その えー、いろんなコラボをすることによってその自分の思った斜め上の方向でいろいろ進んでる広がっているなというイベントとか、まあ、催されたりとかしてますけどやっぱりこれからこうこうどう盛り上げていきたいとかっていうのはありますか えーまあ、簡単に言うと、ですねもっとより多くの人に、全国と、いや、世界にこうずんこのことを知ってもらいたいなって、もう世界をずんだ色に染めてあげたいなと、あもういいですね、えーそう、そういうふうにはちょっと思ってます、でまあ、の先日もあのクラウドファンディングで、えー、東北ずんこの萌え七夕を、仙台七夕ま祭りに飾りたいっていうプロジェクトを、あのうちでちょっと行ってまして、で見事、あの皆様の支援をいただき、成功しました。おめでととううごござざいいまますすありが で今年の夏はあの、毎年200万人規模の観光客が訪れる仙台七夕まつりに、えー、東北ずんこの七夕飾りが飾られます、で、本当やっぱこれってなんかずんさんをより多くの方に知っていただく良い、なんかこう、すごくいい,いいきっかけになるんじゃないかなと思ってますので、えー、もうほんと、静寂も順調に進んでおります、で、まあ、結局、キャラクターがなんか長く愛されるには、結構ね、地域のお祭りとか、そういったところにこう結構絡んで根ざしていくのが。 えー、大事かなと思ってますねで本当にも、えー、来年とかも再来年も続けていきたいと思いますやっぱりそういう人たちにこう伝えていきたいズンコの魅力というものをぜひ熱く語ってい,けた,らいただけたらなとズンコさんはやっぱり、ね、東北企業であれば版権フリーで利用できるキャラクター、まあ、なんですねでまあそ,のそもそもすぐ利用,利用できるイラストは揃ってるし東北企業であれば申請不要でしかもあのもちろんクリエイターさんの二次創作も OK ってって 何ていうんですかねこう、すごい緩いというか、こう今まで類を見ない、そのういう作りなのでもうすこう、そういったものを伝えていきたいというふうには思うんですが、えー、何よりねあの、かわいいっす、<laughs> はい一言で、FTMM はとても大事です、うん、かわいいわはい、正義と、はい、で本当に、ね、もうみんなであの、かわいいんでもっとどんどん使おうよっていう、楽しいしっていうような感じですかね。で 本当になんかそういった意味でずんこの可能性って無限大なのであの街の至る所であっずんこさんだみたいな感じでこうずんこを見ることができたり、えー、ずんこのボカロ曲がなんかこう自然にかかってたらこうなんかすごく素敵だなと思います、えー、本当になんかもうこれからぜひ世界をずんだ色に塗りつぶしていきたいなというふうには思っています、えー、堀越さんありがとうございました初めて会った人だよね初めてお会いしました あの気さくな方で笑顔,が、はい、笑顔が特徴的な方で、はい、とてもい,いい人素敵な方でしす。僕は何度かズンズン祭りというものでお会いしましたけど、まあ、すごく話しやすい人なので、うん、ぜひ、まあ、気になった方はコワーキングスペースまぐさんに足を運んでみてください。本当<何>優しい人だった <laughs> えっと実はもう一人ズンコの話を聞いてきた人がいます。 その人はグ、はいえーグルプレイストアで東北ズンコの野望というゲームを作って配信していらっしゃる、はい、斉藤俊和さんにお話を聞いてきましたはい。それではお聞きくださいどうぞ,どうぞえ今日は専門学校デジタルアーツ仙台ゲームクリエイター科の講師の先生でいらっしゃいますえ斉藤俊和さんに、はい、えお話を聞いていきたいと思いますよろしくお願いします え早速なんですけれども、えー、斉藤先生はですね東北ずんこのゲームを配信されているということで、はいえー、なぜそのゲームで東北ずんこというキャラクターをお選びになったのかはちょっと聞いてもよろしいでしょうかはい、はい えとまあ震災があってそれで東北ず航っていうものが生まれましたというのを知った時にあ私と同じことをやりたいんだなっていうものもありましたしあの非常に東北ず航っていうキャラクターはその作り手にとってあとまあ企業さんにとってぜひ使ってくださいとその難しい申請とかお金面とかいうことはなしで東北の企業であればどんどん使ってくださいとまあそういう趣旨のキャラクターの部分も共感できましたので。 あじゃあこれはもうこれ使ってズン使ってゲーム作るしかないって、まあ、そういう感じででもやっぱりですねこうやっぱりゲームに自分の作るゲームに東北ずんこっていうキャラクターを選んだということはこう世の中の人たちに伝えたいずんこの魅力っていうものをぜひ聞かせていただけたらなと思います、はいあのーまあ、私自身やっぱりそのキャラクターの可愛さ とかあとまあ萌えって言いますけども、まあ、そういう部分あの率直に感じましたし、えーまあ、あと他のファンの人たちもそういうキャラクターの可愛らしさっていうのはすごく感じてるとは思いますんで,であとなおかつただその見た目だけじゃないっていう部分でそのずんだ餅に関するいろんなあのキャラクターの魅力の部分であるとかエピソードであるとか、まあ、そういう部分含めて何て言うんでしょうね東北の えとこういったずんだ文化みたいなものを知ってくださいみたいな教科書的な話とか真面目な話ではなくてまあキャラクターが可愛いっていう部分と一種セットであの楽しめるっていうのはあの魅力なんじゃないかなと思いいますはい、斉藤さんありがとうございました,あました、まあ、貴重なお時間を頂い,いてゲームクリエイターの目線でねん、うん、ずんこの愛を語っていただきました。はい 普段聞聞けけないいい話とかいっぱい聞けてそうだねあとこちらの東北ずんこの野望無料アプリですのでダウンロードして皆さんてくださいダウンロードしてくださいね。はい、はい、というわけで、はいえー、今回ここまでお送りしてきましたずんだのお話でございましたが、はい、もっちどうだったこう普段身近な分知らなかったことがいっぱい知れたので、うんうん、よかったですね。うん ああとやっぱりず、うんだやっぱり改めて思ったことは美味しい食べ物だという,ことう、ね、それに尽きるよね、はい、美味しいの一言に、まあ、僕もやっぱりあのー、東北じゃない、えー、仙台七夕、うん、実際見に行ったんですけどもいや,やっぱり飾りになっているとねやっぱ可愛いよねさらに際立つそうだねみんな通り過ぎる人写真撮ってたからずんだも食べたん美味しいさすが はい、というわけで今回はここまでになります、はい、今回のパーソナリティはしんちゃんともっちでお送りしましたせーのズンズンだ